はい、トムトムチャンネルでございます、ニコンスペシャルウィーク、ということで第2弾でございます。第2弾はですね、ニコンの純正からちょこっとこう離れまして、ニコンの液晶の部分のお話をしたいと思います。私はですね、こういったものを使用してます。これなんだかお分かりですかね。なんか海女さんがよくあのウニとかのね、漁で使うようなこう覗いてるようなもんなんですけど、こちらのですね、液晶が、太陽で見にくい時なんかにこういう形でパカッとつけてこういうふうに覗くことができます。動画撮影なんかする方はこれじゃないんですけど、同じようなものでこうゴムで本体にこうつけて、ここから覗き込みながら液晶で動画撮影するっていうオプションが発売されているものもあります。ただこれは日差しを避けて液晶を非常に見やすくするというものなんですね。で、これをなんでこんなものを使うかというと、先日あの子どもの運動会がもうだいぶ前なんですけども、半年ぐらい前に実は係でちょっと撮影をさせていただいたんですけど、どうしても運動会なんかはもう夏春で近いですから、夏に近いような春になるので炎天下の中で撮りますんで、そうすると露出が合ってるのかななんていうのをいちいちここで見てると、どうしてもねこう手で覆ったりするんですよ。で、手で覆ったりしてこうなんか見ると、あ、どうなんだろうって言ったら液晶がパッて消えちゃったりとかするんですよね。で、そんなことやってるともう撮影機会をどんどん逃していってしまうので、これを首から下げといたりですね、私が今考えてるのはワイヤーの、100円ショップとかでよくワイヤーでこうミローンって伸びるのありますよね。あれをこうここにつけといて、リュックのこんなとこにこうつけておくと、こうビローンって伸びてパッと使って離すとここに戻るみたいな、そういう使い方をすればいいかなと思ってるんですけど、これで見れば一発でね、液晶の大体の明るさは感覚で得れると思うので、もちろん液晶の明るさがそのままパソコンのモニターに合うわけじゃなくて、パソコンのモニターの色がもうそのままプリンターで出てくるわけじゃないので、難しいところではあるんですけど、それは感覚で、まあ、なるべく白飛びしてなく写真が暗くなってないのか、というのが合ってるのかというところで見るのがこういったものになります。それで、これを使う場合にですね、ちょっと気になったのが、もうニコンのこの液晶の部分のこちらなんですね。ちょっと、画角をまた変えます。はい、で、私がですね、その気になってる部分というのはこちらでございます。これちょっと撮りましょうね。こちら、これは、カメラを買った時に実は偉そうにですね、ニコンにはこんなのがついてるって言ったんですけども、なかなかですね難しいもので、こういう風に明かりを当てるとですね、分かっていただける通り傷が結構目立つんですよ。で、数百円で売ってるんで、全然ビッグカメラとかアマゾンで買えるんで、ポンと買えちゃえばいいんですけど、綺麗ですよねない方がいいんですよ、私的には。最初はね、やっぱりこう使ってて、あ、これいいじゃねえか、これ別に変える時気泡気にしなくていいじゃねえかなんて思ってたんですけど、結構案外ね、こういう隙間からホコリが入ったりして厄介なんです。で、それでじゃあ今回これを外しちゃおうって言った時に、じゃあ外すとどうなるかっていうと、ちょっとこの昔キャパさんでね、この布型のレフをキャパさんで付録で付いてたんですけど、これをちょっとここに置きましょうか。じゃあこれをどうしようかというとですね、もう変な話お分かりじゃないですか。 iPhone なんかで有名な保護フィルム貼ろうじゃないかと。保護フィルムは嫌なんです。それで調べたところ、こんなものがあったんです。これがですね、リーフという会社のようです。ハイグレードグラススクリーンプロテクターということで、ガラスなんですよね。ガラスの、プロテクターになります。で、私が一番気に入ったのはここ。もうね、弱いんですよこういうの。アサヒガラス社製ガラス仕様っていうのがもうめちゃくちゃ弱いんですけど、このアサヒガラスさんっていうのはもう超有名なもうガラスメーカーだと思うんですけど、誰もがねもう知ってるようながメーカーさんで、先日実は私テレビで見たのは、ワールドカップの選手がこう、座ってる部分あるじゃないですか。ベンチの部分上にこう日差しがついてて、日差しじゃなくてそれがガラスだと。で、すごい強化ガラスで何しても割れないんだと。強いボールが飛んできても割れないっていう。それなのに薄いんで、こう R がつけられたりするっていうガラスをね、やっぱすごいって言って朝日ガラスさん採用されたっていうのをやってたんで。そして、簡単にいきますと、高透視透過率 93%、指紋がノーって書いてますね。で、 R エッジ加工、気泡ゼロ、表面硬度 QH、 QH か何なんだろうな、
はい、で、0.33mg 仕様の、全体の厚みは 0.55mm だよというところになってまして、ぴったりサイズ設計のニコンの D4、D4S、DF、D800、D800E、D600、D610、D7100 に対応するよと、こういったものでございます。これをじゃあちょっとね、早速貼っていきたいと思います。はい、こんなもんが出てきました。これね、実はね、もう買って3、2ヶ月ぐらい置いてあったんですよ早くやんなきゃと思ったんですけど、このニコンウィークの動画のためにね、やっぱり撮っとかなきゃななんて思って、本当は旅行にも行ったんですけど、これつけないで行きました。はい、じゃあこんな、ついてるものはアルコールといつものこういう布ですよね、ちっちゃくて薄い布、これとアルコールの、ウェットティッシュみたいなやつですね。で、これがガラス本体ですね。これがね、分かりづらいんだよな。だから1を剥がして、貼って2を剥がせっていうのかな。わかんねえ。あ、貼った貼った。ありましたね、ここにありました。よっ。ガラスプレートの貼り付け方。1のマークをめくり液晶画面に合わせてガラスプレートに貼る。やっぱりそうですね。1を剥がした側に、液晶を貼って、で、ラストに2を剥がして完成だということですね。はい。じゃあ、これをですね、早速貼っていきたいと思います。楽しみにしてたんですけど、パンゾーさんに怒られちゃいますね。まだ飛散防止のつけてないですけど、すいません。まだつけてないんですけど、これを使って拭き拭きしていきましょう。アルコール、これちょっとつかないでね。これをね、使うとね、パンゾーさんが言ってくるんですよ。飛散防止の、やつつけましょうよって言って。パンゾーさんがね、昔仕事でお仕事で使われてたようなんですよね。やっぱり、なんかパンゾーさんすごいなと思って、私動画いつも楽しみに見てるんですけど、なんていうんですか、こう、とてもいろんなことに詳しくて、この間車のことなんかね、チョロ Q とかで語られてた、ミニカーとかですかね、語られてた時に面白いなって、お風呂入りながらずっと見ちゃうんですけど、ぜひ私の動画見てらっしゃる方は皆さん知ってらっしゃると思うんですけど、知らない方はパンゾーさんのぜひ動画見てみてください。いつもね、毎回のコメントもいただいてありがたいなと思っております。はい、で、これでアルコールで拭き拭きしましたらですね、ドア準備しておきまして、こういうのは勢いなんです。勢いで、ね、絶対曲がった。一回貼ったらダメだって書いてあったよな。勢いなんですとか言って向き回ってんじゃん。これダメなんだよな。ちょっと待ってね。一度剥がしてガラスプレート貼り直し可能ですが、粘着性能が低下するためお勧めできません。皆さんご注意ください。貼っちゃったんでもうダメです。貼り直したい。見てください、若干ずれてますよね。結構いってる。結構こっち寄りの、こう、こういう感じですね。まあいっか。昔こんな人間じゃなかったんですよ、私。まあいっかなんか絶対言わなかったですからね。買い直して。何度でもやりましたけど。もうこうやってやって、回らないようにとか、セロテープで貼ってとか、いろんなことやってたんですけど、まあ、あんまりね、やってもどの道、あ、でもこれすっげえ気になる。すっげえ気になる、これ。やめとこ。なんかね、これやって iPhone で失敗したの思い出した。これやってね、 iPhone の時にガラスのやつつけた時にこれ一回剥がしたんですよ。したらね、なんか変な曲がっちゃって、ガラスがダメだったんで、これこのままにしときます。お、いいじゃないですか。よくないですか。あれ、なんか変なシムシムがついてる。なんで、まあこんなもんですかね。これまずいわね。え、悪くないですよね。ちょっとここの端っこ気になるな。これもう貼る方は皆さん必ずまっすぐ貼ってくださいね。で、この厚みの出っ張りはどうかな。出っ張りもそんなに気にならない。気にならないかな。こっち。気にならない範囲だと思いますね。全然いいと思います。で、
ツルツル感もかなりこうベタベタと触っても、まあ、若干つきますけど、まあこれぐらいだったらもう全然ね範疇かななんて思います。よく鼻がこう当たるんでね、鼻をこうつけてみて、あ、汚い汚い汚い、一応怒れちゃう、皆さん汚ねえよって言われちゃうから。うん、いいんじゃないでしょうか。はい、ちなみにこの上からこれ貼ろうとすると貼れる、この上からでもいけますね。もう日本人的考えですけど、二重プロテクターみたいになっちゃいますけど、ね、はい、はい、今日はですね、ニコンスペシャルウィーク第2弾ということで、まあこれに、まあ、ニコン関連なんで、一応ねニコンスペシャルウィークということでニコンの製品じゃないんですけど、ニコンの D600 に、こういった形でですね、この純正のカバーを卒業してガラスのプロテクターを貼ったというご紹介でございました。トムチャムチャンネルでした。また見てねー。